き東京和光の柴田です。堀越です。前回は宮古絵巻おすすめの白むくをご紹介してまいりましたが、いかがでしたか？まだご覧いただいてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。はい、本日は衣装紹介第2弾ということで、私たちおすすめの白むくをご紹介してまいります。まずは先日おすすめした赤坂氷川神社に似合う一着をご覧ください。社殿の天井柄と同じ柄が全体的に施されています。鶴はつがいになった相手と一生添い遂げる習性から、夫婦の固い絆を表す意味があります。赤坂氷川神社の雰囲気に合う一着でしたね。そうなんです。それでは続いて柴田さんおすすめのお着物のご紹介もお願いします。私がご紹介させていただくのは、日本の着物の刺繍の最高峰、相良刺繍の一着です。こちらになります。相良刺繍は布の裏より糸を引き、結び玉を作っていきます。それを一つ一つ重ねて図柄を描いていく、制作には非常に手間のかかる技法です。その刺繍が立体的に見え、全体的にはラメが施され、華やかな一着となっております。宮古絵巻ではお打ち合わせから神社に合う衣装の提案、当日の立ち会いまでプランナーがトータルでサポートさせていただいております。神社の結婚式にご興味がある方はぜひご相談ください。いかがでしたか？まだまだご紹介したい衣装がたくさんございます。これから少しずつご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみに。この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。